フィンチリーロード駅は、ロンドンのカムデン区にある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、トラベルカードゾーン2に含まれる。駅名に関わらず、当駅は、フィンチリーから数マイル南にある。当駅はフログナル及びサウスハムステッド地区を、駅税券とする。1879年6月30日に、メトロポリタン鉄道のローズ駅からの延伸線の、駅として開業した。 駅舎は1914年に店舗が入った複合建築として改築されている。1930年代中期、メトロポリタン線各支線からの列車が集中するフィンチリーロード、ベーカーストリート間の線路容量は限界に達していた。この集中を緩和するため、ベーカーストリートのベーカール線トンネルからフィンチリーロードまでのシールド工法の新線が建設された。 メトロポリタン線スタンモア支線の機能は1939年11月20日にベーカール線スタンモア支線に引き継がれベイカーストリートに流れ込む乗客が分散メトロポリタン線を通過する列車数が削減されたベーカール線スタンモア支線は1979年5月1日にジュビリー線に編入されたフィンチリーロード駅は1927年までは 近隣のミッドランド鉄道の駅名でもあった。廃駅跡はミッドランド本線を走るテムズリンクの列車から見ることができる。トンネル工事時の地質分析でこの場所が表記ぶりテントを北半分を覆っていた氷河の橋であることが判明した。BBC のテレビ番組でも取り上げられている。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局2015年3月31日閲覧スタンダードチューブマップノットツースケールトランスポートフォーロンドンフェブラリー20212021 2021年2月22日閲覧ありがとうございます